ようこそ俺たちのジャパンへ。日本では韓国車を見ることは全くないと言ってもいいくらいですが、実はアメリカでは韓国車はかなりの台数が走っているのです。きっかけはヒュンダイ自動車グループに欧米の技術者やデザイナーが大量にヘッドハンティングされたことから始まります。ここ10年ほどでスタイリッシュでヨーロピアン風のデザイン、そしておなじみの韓国プライス、アメリカ人の心をぐっと掴んでいるのでしょう。ですが、故障やトラブルが起きやすいというポイントはなかなか改善には至らず、今日も韓国車の事故の話題やエンジンの欠陥問題などのニュースがたびたび報道されます。ヒュンダイ車はさらに長期保証などをつけて顧客を確保し続けますが、その内容によっては保証されないこともしばしば。むしろ事故が起こったタイミングでもう韓国車に乗りたくないと思う人の方が多いかもしれません。今回はアメリカ人男性が新しい車として韓国製の車を購入します。トラブルの多い韓国車ですが、さすがに日々問題を解決し進歩しているはずですよね。さて、彼の車は安全にそして快適に走り続けてくれるのでしょうか。俺はアメリカで育った。アメリカは日本よりも免許を取れる年齢が低くて、学生のうちから運転してるやつがほとんどだ。親の車だったり、とにかく格安で仕入れた中古の車に乗ってるやつ、免許取得のお祝いに親から送ってもらえたやつ、まあいろいろなパターンがある。俺は親の車のお下がりを今まで使っていた。最初は乗れれば何でもよかった。アメリカではとにかく車は足だ。田舎だとスーパーにも行きにくいからな。親からもらった車はトヨタのカムリだった。アメリカでは人気の車だけど、親が使っていた車だからかちょっと古い年代のものだ。そろそろガタが来てるんじゃないかって思うんだけど、新しい車買うから半分出してくれよ。親に言い出したのは大学を卒業する前くらい。他のやつらも新しい車に乗り換えたり、自分で車をカスタマイズしたりしていた。理由はやっぱり彼女が欲しいから。ちょっといい感じになったとしても、こんな古い日本の車じゃカッコつかないだろ。お金も貯めてきたし、来年からは社会人になるからローンも払っていける。俺はかっこいい大人の男を演出したかった。親も半分はお金を自分から出すということで、残りは就職祝いにしてやるかと乗り気だった。今お前が乗ってるカムリ、新しいの出てるし、これにしたらどうだ。親が勧めてきたのはカムリの10代目になる新車だった。アメリカでは人気の車だし、他のやつが乗っていることも多い。日本車は高くて耐久性が低いに決まってるよ。俺違う車にする。確かに日本製の車は古くても使いやすいと、まさに今自分が運転しているから分かっていた。親が俺に車をあげる代わりに買った車も日本製だから、おすすめするのもわかる。でもせっかく買い替えるなら、もっとかっこいい、みんなと違う車が良かったんだ。俺が選んだのは韓国製ヒュンダイの車。デザインのかっこよさと走りやすさ、乗り心地、それにコスパがいいと、アメリカでも少しずつ人気が出てきたんだ。レクサスが日本円で800万円以上するのに対して、その半分の価格で手に入るんだからな。親は昔の韓国車のイメージしかなくて、最初こそ雨漏りするんじゃないか、壊れるって聞いたけどと不安がっていたが、内装外装のデザインのかっこよさに市場でノリノリだったから、トントン拍子で買えたよ。もともと乗っていた日本車はとりあえず庭に転がして、俺は就職、妹がしばらくすれば免許を取るから練習がてら乗ればいいと思っていた。職場や買い物、どこに行くのにもこれからヒュンダイだ。俺の社会人生活は華々しくスタートした。ヒュンダイは乗り心地は良かったし、何より新しい車だったから毎日運転するのが楽しくなった。車で今までドライブするようなことはしなかったけど、ヒュンダイに乗り換えてからはどこを走っても絵になるし、周りからの視線もいい車乗ってるじゃんという風に見られるのが気持ちよかった。彼女もできて仕事にも慣れてきた頃、俺は一人でドライブに出かけた。いつも通り運転していたが、何か違和感を感じたんだ。あまり人も車の通りも多くなかったことが幸いだったんだろう。
俺は赤信号で止まろうとしてブレーキを踏んだのに、いきなり車が勝手に前に進んだ。進んだ俺の車にびっくりして、歩行者は歩道を渡る前に足を止めてくれた。でもそのまま俺の車はなぜか勝手に前後に動き、そのまま後ろに止まっていた車に衝突。どうなってるんだ、これはどういうことだ。俺は頭の中がパニックだった。後ろの車にぶつかった衝撃で止まった車からすぐに鍵を抜いて、俺は車から降り、すみません、大丈夫ですか？すぐに後ろの人に怪我がないかを確認しに行ったんだ。後ろの車の女性はいきなりのことでかなり驚いていたが、怪我はしておらず、俺が止まろうとするよりも後に止まっていたので、車との距離は離れていて、へこんでいたのはフロントくらいで済んだ。よかった。こんなことがあるだろうか。誰も殺してない。誰も怪我をしていない。ほっと安心して、俺はその場に座り込んだ。もしもっと交通量の多いところで走っていたら、これが青信号になって走り出した時に逆にブレーキがかかったら、今も歩行者が走って歩道を渡っていたら、たらればの話をしたらキリがないが犯罪になるところだった。その後警察を呼んで事故の状況を説明したり、相手女性に謝罪をしたり、親に来てもらったり、とにかく大変だった。女性はまだ若くて、女性の父親に顔を殴られたよ。なんて迷惑な運転するんだ、車に乗るのやめろ。かなり痛かったが、命がなくなっていたかもしれないと思うと当然の反応だった。俺の親が女性の父親にすごい勢いで謝っていた。この年齢になって親に頭を下げさせることがこんなにも恥ずかしいなんて思ってなかった。俺が運転していた以上、確かに加害者だ。でもそんな運転をしていた覚えはない。勝手に車が動いたんだとしっかり発言した。警察は俺の話を聞いて、また韓国車かとぼそっとつぶやいて、事故原因について調べるとだけ言っていた。結局怪我もなく、車の保険金もおり、女性に修理代などを支払うことができ大事にはならなかった。俺の車は後ろがへこんでいたが乗れるレベルだ。でもすぐに修理に回そうという気にもなれなかった。原因がわからないのに修理に出しても意味がないように思えたのと、戻ってきても乗ろうとは怖くて思えなかったからだ。結局その事故の後からは、前に乗っていた日本車のカムリに乗ってる。古いデザインだが、ずっと乗ってきても事故なんて起こったことがないし、スムーズに動く。考えてみれば、この車は韓国車よりも古いタイプなのに変わらず動くところはすごいんじゃないかと気づいた。後から警察官から聞いた話だが、韓国車ヒュンダイの事故は多いらしい。急発進欠落と話題になっていて、最近車についているドライブレコーダーでいきなり車のブレーキが効かない様子や、俺のように前後に動き出す事例が相次いでいたようだ。おそらく俺のヒュンダイもそうだったんだろう。韓国車が日本車と比べて安いのには理由がある。いくらデザインやコスパが良くても、いきなり車にトラブルが発生する車は誰もいらないだろう。見た目が古いからってバカにしてしまった日本車には不信感なく運転することができる。親から言われたこともあり、俺は韓国車を修理した後に中古車販売店に売った。事故車でも分解して使ってくれる人がいるだろうとのことだ。俺が売った後に誰かが乗って事故するなんて後味が悪すぎるから、解体で十分だよな。妹は解体するくらいなら欲しいと言っていたが、もちろんそんなことはさせなかった。誰かを殺してしまうかもしれない恐怖を妹にまで味わわせたくはないからな。韓国車を買うためにローンを払っていたから、新しい車はさすがにすぐには買えなかった。親からも半分出してもらっていたから、援助はもう頼めない。次に買う時までに今は節約してるとこさ。どの車にしようかまた迷っているけど、少なくとももう韓国車は買わない。親の意見を無視しないで、少し高くても日本製の車にすればよかったと心底思う。みんなは僕のようにはならないでくれよな。
私も韓国車の動画を見たことがあるわ。運転している人は本当に驚いたでしょうね。タクシー運転手が走っている動画だったけど、運転を仕事にしてるからもちろん上手に走っていたし、そんな老人でもない。アクセルとブレーキを踏み間違えたという可能性は低いでしょう。真相はわからないけど、慌てている人の声を聞くととても嘘とは思えないもの。変な動きをする車なんて聞いたことがないわ。ヒュンダイ車自体は過ちを認めていないのかしら。私なら全部新品の車と交換してもらいたいけど、こんな目にあったら交換してもらった車にも乗りたくないわよね。こんな車ありえない。車の故障を人のせいにされちゃたまんないよ。この話を聞いたとしても、今韓国車に乗ってる人たちはそんなすぐに買い替えることはできないだろう。車はそんな簡単に買えるものじゃないし、怖くても乗り続けてる人がほとんどじゃないかな。どっちにしろヒュンダイ車は徹底的に調査してしっかり保証もすべきだろうと思う。最近の韓国車は本当にかっこいいのにな。やっぱり欧米からデザイナーを呼んだだけあると思うよ。アメリカだけじゃなくて世界でも高評価なのは間違いないだろう。多少の欠陥があっても目をつぶればいいだけじゃないのか。あの価格であの仕上がりはすごいと思っていたが、まさかそういった面の安全性にお金をかけていないだけってことなのか。知らない方が幸せそうだぞ。これは違う動画では 4,000 キロしか走っていない新車だったのに、いきなり動き出したっていうのもあったな。明らかに普通の交通事故じゃない動きだったよ。多少高くても安心安全を買うと思えば、日本製の車はそんなに高いものじゃないと思うんだけどな。新しい商品が生まれるたびに私たちは使い、企業側は私たちの不具合やニーズを汲み取り、さらに新しい商品に反映していくことで顧客ニーズに応え、満足度も上がっていくものだと思いますが、韓国車はそうではないようです。どちらにせよ車という乗り物には命を乗せていますので、安全性の確認と異常が発見された時には必要なメンテナンスや保証を出してほしいものですね。それができないのなら売ったら終わり、売った後の保証はいついつまでですときちんと明記すべきではないでしょうか。そうすれば客足も次第に遠のく気がするのですが。さて、トヨタが日本の車を販売する企業であることはもちろんアメリカでは周知の事実です。しかし今回出てきたトヨタのカムリはアメリカ人にとって長い間愛され続けている車種になります。外国車、日本車といったイメージよりも、もしかしたらアメリカの車、アメリカの文化のように思われているのかもしれませんね。カムリが販売し始めて30年以上経ち、販売台数は15年連続で全米の乗用車販売台数ナンバーワンをキープしていたようです。その年月が日本車の良さを物語っていると思いませんか。値段の安さ、デザイン性から韓国車は日本を除いた世界で少しずつ人気が出ていますが、長く使える、安心感がある、そういった点ではまだまだ日本を追い越せないのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。